皆様こんばんは。引き続きワールズ2017、グループステージ Day4 の模様をお送りいたします。実況を務めますアイズです。解説はレボルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、というわけでここからはですね、ミスフィッツゲーミング VS、チームソロミッド、こちらの試合の模様をお送りいたしますが、レボルさん、まあ EUVSNA ということもあって盛り上がりは高いはずですが、 TSM がただ強いですね。強いですね。まあ、先ほど WE が圧倒した展開をフラッシュブースに見せていましたが、その WE に対して TSM はもう完全に勝っていましたからね。この試合もやはり TSM が有利な試合運びになっていくと思います。その TSM に対してミスフィッツがどういう戦いを挑んでいくのかというところが鍵になっていくと思うのですが、まあ、この今回 WCS のメタを考えるとかなりスローテンポなメタですよね。 AD キャリーのファーム、そしてアーデントセンサーというのを軸にしているだけあって、序盤からアグレッシブに攻め立てていくという展開があまり見られません。しかしサマースプリットの大会ではかなり序盤からアグレッシブに戦うことでこの WCS の出場権を勝ち取ったチームがやはりこのミスフィッツ、そしてフラッシュウルブスなのですが、このメタに、その WCS のメタにちょっと順応すべきなのか、それとも自分たちのスタイルを貫くべきなのかというところで、順応した結果苦しんでいるというチームが、まあ、特にフラッシュウルブスを筆頭に見て取れるなというところが気になるポイントなんですよね。ですからミスフィッツも、まあ、前回、フラッシュウルブス戦は、まあ、序盤からゆっくりとした展開を選びましたが、 TSM を相手にその戦略で上回れるのかというと非常に難しいというふうに僕は考えています。序盤から仕掛けていく、そういった序盤から仕掛けられる構成をドラフトで組み立てていくべきかなと考えてますね。序盤から仕掛けられる、まあ筆頭候補としてどういったチャンピオンを挙げられますかね。やはり AD キャリーレベル6のアルティメットで仕掛けられる、まあ、バルスのようなチャンピオンをボットレーンに置きながら、さらにミッドレーナーもパースバイクの速いチャンピオン、そしてジャングラーもジャーバンであったりグラガスであったりというところでレベル3ガンク、さらにはそこからスノーボールできるジャングラーをセットアップしていくべきなのかなというふうに考えてますね。なるほど。さあ、序盤に強いジャングラーをピックするべきだという考えですが、それを果たしてミスイッツゲーミングが選択するのか。ここまでセジュアニが2回というところでかなり、まあ集団戦に寄せたピックになっていますが、マクソラがどういう選択を取るのかですね。まあ、あとはパワーオブイビルのオリアナであれば、またしてもミッドレーンもパワースパイク遅いですからね。さらには彼の独特なビルド、ロッド・ベイジスと、さらにはまあナシャズ・トゥースとなるとさらに遅くなりますからね。それではドラフトスタートしているので見ていきましょう。ブルーサイドミスフィッツゲーミング、レッドサイドはチームソロミッドです。ファーストバン、トリスターナ、ついにダブルリフトのターゲットが入りました。そしてカリスタ、ルル、ラカン、ジャーバンと続いてラストバンです。ちょっとミスフィッツゲーミングサイドがジャーバンをバンしないんじゃないかなと思ってたんですが、ファーストピックの候補になるかなと思ったんですが、そうではないようですね。そしてルルをバンしていることからも TSM のボットレーンというのをかなり、まあ、警戒しているという形になりますね。問題はここでジャンナバンするかどうかを悩んでた様子でしたが、バルスバン、ボットレーン、ミスフィッツゲーミング側がアグレッシブに仕掛けてくるだろうという予測のバンになってますね。ここでセジュアニなのかジャンナなのか、はたまたグラガスで序盤から仕掛けていく選択を取るのかですが、悩んでますね。アグレッシブに仕掛けてこなければ TSM は耐えられると踏んでいる。そしてミスフィッツはそれに乗らざるを得ないというべきでしょう。嫌がってましたね、ちょっとジャンナを取るの。そうですね。そしてコグと、ここはまあタリックサポートになっていくと思いますが、サポート相手数に見えているということからもう優先してジャングルを抑えてきましたね。ここグラガスにするかなと思ったんですが、セジュアニですか。さらにパワースパイクの遅いチャンピオンとなると、ミッドレーン、トップレーン、そしてサポートのあたりで、まあ、序盤のこのグラガスのプレッシャーをある程度コントロールできるチャンピオンというところを抑えていかなければなりませんね。このボットレーンのマッチアップはミスフィッツが有利なマッチアップというのを作れそうですからね。さあ、グラガスとザヤ、そしてここでタリックがロックになるでしょうという予測が入ってはいますが、ここでガリを取るとなると、サポートのピック、アーデントセンサーが遅れるというところを一つ嫌う可能性が高い。お、波、本当ですか。なるほど、確かに波もアーデントセンサーのメタに合っていますね。まあヒールでも
スキル一つしかないですよ。そうですね。さらには対象が、まあ、基本的にはやはり一人なので、うん、他の、まあ、ジャンナであったり、ルルと比べるとアーデンセンサーを与える対象というのは少し少ないですね。まあ、集団戦であれば一応反射がありますからある程度はというのはありますが、ただこれ波を取った理由タリックではないという理由の理由としてはどういった点が挙げられるんでしょうかね。レーンの強さですね。サステインそしてハラスが非常に強力なのでレーンのコントロールを、まあ、かなり確実に取れる可能性が高いという点が大きいと思います。ミスフィッツとしてはザヤ、グラガスというレーン序盤からレーンプレッシャーかけられるチャンピオンを抑えてボットレーンからプレッシャー作っていきたかったところなんですが、この波を抑えられたことによってその狙いというのは非常に難しくなりますね。ちなみにソナじゃダメなんですか。ソナだとやはり CC がアルティメット以外にないと、強力な CC ですね。スローはあるんですがスタンがないので通常のスキルに、ですからアルティメットがない時間帯というところが、まあ、コントロール非常に取りづらいというところが挙げられると思いますね。なるほど。さあこれでボットレーンから作る狙いをくじいた TSM ですが、セカンドバンフェーズカシオペアオリアナをバンしました。そしてミスビッツゲーミングハンターの名をかなり警戒してますね。そして最後の番はルシアンですか。ミッドレーンのアグレッシブなピックというのを警戒してますね。なぜガリオがオープンなんですか。ここガリオピックでいいですよね。 TSM はいいですね。コグマウ、セジュアニ、そしてガリオ届きませんよ。ミスピッツは取らないほー、シンドラです。しかしパワーオブイービルもそしてアルファリもガリオをピックするタイプのプレイヤーかというとちょっと違いますからね。これミッド、ただミッドガリオでトップランブル、しかしちょっと合わないですね。合わないですね。取りませんね。取りませんね。ルブラントシェンです。やはり中盤に寄せてきましたね。ミスフィッツ寄せてきましたね。しかしこれシェンですか。トップガリオ十分考えられます。チョガスでもいいですか。チョガスでもいいですね。さらにはトランドルという選択肢もなくはないですが、ああ確かにチョガスにしましたね。やはり一番安定したピックになりますね。レーンのアドバンテージも取れますし、おお、レネクトンでプレッシャーかけますか。いや、ロックしました。ハンサーらしいといえばらしいですが、今大会レネクトン初ピックですね。確かにターゲット番は2回はされてはいますが、これ全てのレーンのマッチアップ、まあ、ミッドレーンを除いて TSM が有利なマッチアップになってますね。ミッドレーンはスキルマッチアップに近いと思いますね。そんな中でレネクトンというのは結構リスクのあるピックですが、リスクがある、それはなぜ、はい、レネクトンというチャンピオン自体がレーンでアドバンテージを取って、そして中盤のパワースパイクを生かしてスノーボールしていく傾向にあります。レイドゲームはレネクトンというチャンピオン自体のパワーが落ちるので、例えばシェンが怖いと3つ完成する、タイタンハイドラ、そしてボーグ2つ完成したタイミングだと、シェンに対してレーンのアドバンテージを取るというのは非常に難しくなるので、レネクトンのレン、まあ、強さと1対1の強さというところが活かせなくなる傾向にある。レイトゲームはレネクトン弱いチャンピオンと言えると思います。さらには集団戦もそこまで得意ではない、うん、AOE ダメージこそありますがタンクビルドにしますからダメージもちょっと足りないですし、 CC もダブルのスタンしかありません。ですから集団戦で活躍するというのも非常に難しいんですよね。そうなるとこう序盤から、まあ、存在感を出していかないとダメと、そうなりますね。ですからチョガスからレネクトンに変えた理由というのは、少しこれ TSM としては少しチャレンジしている部分があると、試していると、そう言えると思いますね。ちょっとミスピッツからしてみるとこの野郎と、もしくは、まあ、練習試合で非常にいい結果が出ていたということかもしれませんが、なるほど。さあワールズ2017グループステージデイ4、ミスピッツゲーミング VS チームソロミッドの試合スタートです。ダブルリフトはカルスタート、そしてハンザーはドランシールドスタート。ただこれレネクトン、セジュアニって実は非常に相性がいいんですよね。いいですね。セジュアニのスタックをレネクトンは、まあ、W アクティブすれば2回、そしてレイジが溜まってれば3回ですから、すぐさまスタックを貯められるというところで、スタンの発動、そして CC チェーン単体のバーストといったところは非常に高いコンビネーションになってますね。
レッドバフからスタートしてトップレーンへレベル2でセジュネがガンクに行くようなそういったガンクのルートも十分考えられますね。おっとレベル1でボットサイド入っていってワード置きましたね。レッドバフに置きました。そしてラプターの横にも置きます。これスタート位置をかなり制限かけてますね。そうですね、見たいよと。そしてトップサイドへ、これ本当にレベル2狙うんじゃないですか。このルートは狙う可能性高いですよ。はあ、ちょっと TSM 面白い戦術をウィーク1の最後の試合で見せてきますね。ハンターのリーシュジのファーストスキルが見たいんですが、ちょっと画面に映るかな、映りませんかね。ダブルリフトは妨害に行きました。急スタートですね。急スタートですか。ダブルであればという可能性も考えたんですが、波のサステインがありますから全く問題ないですね。そしてダブルリフト立動ですね。波の存在感がありますから全く問題はないですね。これでレーンのアドバンテージといったところ TSM はボットレーンで相手に渡さない、最低でも渡さないレーンのマッチアップつけたと思います。ここからプレッシャーをかけてレーンのコントロールを取りつつ、グラガスのジャングリングというところを TSM 全体として把握していくようなワーディングをボットサイドから狙っていくと思いますね。さあそのボットレーン、ちなみにダブルリフトのダメージがとんでもないと聞いたんですが、2試合の DPM の平均が800ですね。1試合目 の、 あのフラッシュルブス戦の DPM は1200でした。非常に今好調に WCS 出場できているというふうに言うと思いますね。800って結構レーンで常に殴り合いをしてないといかないような数字ですよね。そうですね、集団戦だけではちょっと叩き出せない数値ですね。好調のダブルリフト、レボルさん、ちなみにこれもう両チームともこう序盤から仕掛け合いのような、まあ、チーム構成ですよね。そうなっていると思いますね。ミスフィッツはどこから作っていきましょうか。ボットレーンからという話ですが、これで TSM はくじいたわけですよね。となるとやはりミッドレーン、パワーオブイービル、イグナイトを持っています。さらにマックスロア、グラガツ、レベル3のガンク、非常に強力であることを考えるとミッドからゲームを作っていくしかないですね。ただバーグセンの体の位置取り、ミッドレーンの体の位置取りを見るとマックスロアのこれジャングルの位置というのを把握してますか。完全に把握できてますね。トップサイドにいるマックスロア、それに対して体をボットサイドに寄せているビアークセンです。ハン様がレーン辛すぎて一度リコールして体力を回復、さらには買ったものがブーツとポーション、 CS がすでに14、ボットレーンのコントロールミスフィッツ苦しんでますね。軽ですよ。やはりそれ以上に波の存在というのが大きいですね。おっと面白い動き、映りません。ただここにワードがありました。ただこれに映ってなければ面白い動きでしたが、こういった形でミスフィッツのミッドレーンからのスノーボールという戦略に対して TSM はプレッシャーをかけることでゲームのコントロール、序盤のコントロールを相手に渡さないという動きですね。おっと、ただこれはパワーオブイビル、フラッシュアウト、ボディスラム、うん、届いていないがチェインを見てからフラッシュアウトです。ベンスケネン、ミッドレーナーとジャングラーのフラッシュの交換になりました。いやリコールした甲斐があってか、ハン様レーンのコントロールは取り戻したようですね。ここのボットサイドでアドバンテージが作れるとジャングルの視界というのを TSM に取られずに済みますから、マックスラーが非常に動きやすくなる、ボットのガンクのセットアップといったところも行いますね。これがしたかったんだと。さあダイブのセットアップ、ダブルリフトの体力は低い、バリアを使いましたがフラッシングからのボディスラム、ファーストブラッターマックスロア、タワーはしっかりイグナーが持っていました。 TSM としては、というも W リフトとアイオフロストとしてはこの動きをさせないために波を選んだのですが、完全に失敗してしまったというのは苦しいですね。序盤のアドバンテージ、ミスピッツ本来ではミッドしかなかったところがここからボットレーンからも作れると、2つのレーンから作れるようになるというのは非常に大きいですね。ラストヒット離れていたんですが一気にこのキルによって追いつきましたね。
この前のところのダメージのトレードでヒールもすでに使った後だったわけですし、 TSM そしてまあダブルリフトとしてはもうどうしようもなかったですね。やはりジャングルのマッチアップの時点でセジアニよりもグラガスの方がこの時間帯アグレッシブに動けるということの中で、レーンのコントロールを取られてしまってタワー下まで押し込まれてしまうと、その時点でもうジエンドに近いようなレーンの状況ですからね。さあその状況か、またしてもただそれでも殴り合い、ダブルリフトが勝ちました。適切なトレードを行うのであれば TSM が有利な状況というのはまだボットレーン変わらないようですね。問題はここをミスイッツはいかに崩していくことができるかどうかになっていると思います。2対2の状況で相手のスキルのクールダウンのタイミングを選んでダメージのプレッシャーをかけていく、さらにはそこに対してマックスロアのプレッシャーと、さらにはアルファイのアルティメットというところを生かして、このダブルリフトとバイオフォルテに対してプレッシャーをかけていきたいですね。アルファリもすでにレベル6、シェンのアルティメットが上がっています。おお、魔力の本流を打ち返しました。アン様は積極的にダメージトレード仕掛けているが、バブルスタン状況、ここはシールドで耐えます。ちょっと TSM の狙いというのが今の段階だと把握しづらいですね。そうなんですね、どこのレーンから結局作りたいんですか。本来であればミッドとトップのはずなんですが、ワーディングでその動きをカバーするような形は作れています。しかしまだスベンスケレンは眼光を一度もしていないですし、ハンターもそこまで強引にトップレーンに対してプレッシャーかけていかないんですよね。さあおごり手前に避けて瞬身5歩シャドウダッシュ、これは逃げようがありません。パワーオブイビルのキルとなります。テレポートはキャンセルです。ハンター、いやー、ミスピッツが非常にテンポのいい試合展開を行っています。さらには、まあ、ボットサイドでアドバンテージを取られている状況の中でボットサイド側のジャングルに入っていくスベンスケアの動きというところもあって、ちょっとうまくいっていないですね。これはモンスーン体力バリアないですよ。フラッシュはあるがダブルリフト逃げようがない。そしてきたパワーオブイビル、バイオフラストもこれはちゃんと倒します。ミスピッツゲーミング、これで4キル目。彼ら本来の戦い方、序盤からプレッシャーかけていくというところ、やはりこういった戦略戦術チームのスタイルを取るとミスピッツは強いですね。一方で TSM としてはドラフトで変化を加えた部分というところは全く機能していないと思います。波をピックしたことによってボットレーンのレーンのコントロールを取り切るはずが取れていない。そしてレネクトンをピックした狙いは序盤プレッシャーをかけて支援を飛ばせないことだったと思うんですが、ここも飛ばせてしまっている。支援が見えてない段階でボットレーンに対してプレッシャーをかけることによって支援のアルティメットを使わせています。レネクトンがテレポートでここでカウンターを取ろうとしていますが、支援のアルティメットの方が到達するのが早いですから、この動きはもうどうしようもないですよね。ここもそうですね、ボットレーンで有利を取ろうとしているし、しかしダメージのトレード負けてしまっています。もうやはりジャンナのアルティメット非常に強力ですし、なおかつレベル6になっていたというのも大きいですか。大きいですね。ここからミスピッツはもうスノーボールしていくというのはまず間違いないですね。パワーオブイビルのフラッシュが上がるタイミングでもう一度ボットサイドにプレッシャーかけていってダイブのセットアップをしていく。そうなると TSM としては下がらざるを得ないですから、ボットのファーストタワー、そしてインファーナルドレイクはミスピッツが非常にコントロールしやすい状況になりますね。さらにはボットレインへ行ったのはアルファリー、これアルティメットですからテレポートの有利もありますよね。そうなんですよね。さらにはハンターのレネクトンに対してブランブルベストを買うことによってダメージのトレード負けなくなりますから、ようやくスベンスケネンボットレインへ来ましたよ。しかしその動きはディーパードによって完全にバレてしまっています。ですからボットダイブのセットアップではなくドラゴンのコントロールをミスピッツは選択しますね。しかしやはりこれ体ナックスラードパワービル見せていないので、ダイブのセットアップがあるかもしれないということで、バイオフロストダブルリフトはかなりセーフティーに連戦をせざるを得ないというところで苦しいですね。そしてインファーナルドレイクに触っているのにようやく気づけましたが、もう遅かった。インファーナルドレイク獲得はミスピッツゲーミング、ネクストもインファーナルです。この次のインファーナルドレイクが上がるまでにミスピッツとしてはボットのセットアップをしてボットのファーストタワーを破壊してローテーションでトップのファーストタワーに行って支援のアルティメットとテレポートのプレッシャーを生かしながらトップのファーストタワーを破壊するというようなローテーションが見えていると思います。 TSM はそこを崩さなければなりませんね。そして崩すことが今できるプレイヤーというとハンターとビャーグセン、この2名だと思います。特にビャーグセンがミッドレーンからサイドレーンとプレッシャーをかける動きによってミスピッツのテンポを崩さなければなりませんね。
さあリアクセミッドレーンからそのテンポ作れるかどうか。今ミシッツがブルーバフのタイミングだというところを把握してボットサイドに行こうとしましたが、ワーディングによって、ビアグセの動きがしっかりとミスリッツ分かっている、その動きを見て、あ、近くにワードがあるんだなということでビアグセもやめましたね。そして警戒しますね。このボットレーンの有利を確実なものにしたい、そういった動きです。ミスリッツゲーミングハンサムのダメージトレード、バブル与えた、バイオフロスト今度はレベル6、ただ瞬身誤報、さらにはバイオフロストのアルティメットジャンナを巻き込むことなく使ってしまったことによってサステインというところ中断できませんでしたね。しかしこれでシェンのアルティメットを使わせました。テレポートをトップレーンに使わせることができれば次のボットのダイブのセットアップといったところはカバーできる可能性が高いです。ですからスベンスキレンは何としてもボットのファーストターを守るためにボットサイドにポジションを取らなければなりませんね。さあ取りに行きました。ここでカバーできれば TSM としては5分ボットのタワーの延命ができると思いますが、そこをさせないためにパワービルがボットレーンにプレッシャーをかけますね。しかしすでに先にスベンスキレンがポジションを取っているのでダブルヒットとしても安心してファームできますね。さらにはこれ今ビャーグセンもミッドのプッシュよりもボットレーンのカバーに優先したようなポジション取ってましたね。おお、アルファリもそれが分かっていてテレポートを使わなかったですね。タワーのファーストブラッドこそ TSM に渡しましたが、やはりボットレーンのアドバンテージというのをしっかりと作り出すためにサマナスピル温存してますね。さあファーストタワー獲得はチームソロミッド、マックスロアもボットサイドです。さあただハンターがここからトップからミッドにかけて動けるような時間帯です。かなりアルファリはボットのために、サマナースペル、そして自身のチャンピオンというのを生かそうとしていますから CS のアドバンテージというのをハンターに渡してしまっています。ここでハンターがティアマトの後ブラッククリーバー完成するとなるとさすがに、ブラムルベストそして忍者飛び、完成させるとはいえ苦しくなりますね。ただやはりミッドレーンのところでパワーウィールがしっかりとプレッシャーレーンのコントロールを取ってボットサイドに体を寄せることでボットのファースト破壊しましたね。素晴らしいですね。さあこれで折り返し成功です。三菱ゲーミングトップレーナーでは 1v1 のところでゴールドが1000ゴールド離れていましたからちょっとアルファリは 1v1 苦しいとは思いますが、おっとミッドレーン、ビアグセンが常に、まあ、パワーウィービルのルブランのプレッシャー、イグナイトのプレッシャーもありますし、さらにはマックスロアのガンクのプレッシャーというところもあってレーンのコントロールを取り切れていないんですよね。ここに対してスレンスケレンがカバーするような動きをしたいところなんですが、ちょっとリバーにスベンスケレンがポジションを取れてないんですよね。ミッドからボットにかけてのファーストブラッドを取られるまでは奥に行くことができたんですが、取られてしまったことによって力関係が完全にマックスラに移っているというところが影響してますね。さらにはボットレーンで常にハンサマとイグナーがレーンのコントロールを取っていることによって先にイグナーの方が寄れるというところのアドバンテージも大きいですね。さあそしてアーデントセンサーができました。こうなると波とジャンナの力関係逆転するのかなという印象ありますがどうなんでしょう。逆転すると思いますね。ジャンナはシールドとさらにはアルティメットがあります。さらにはそのシールドというところで AD も上がりますからね。一方でバイオフロストが使う波はダブルのサステンシーしかないですからね。近くダメージ入ってたように見えましたよ。一応ダブルリフトもグイーン層が完成したのでスタックが溜まっている状態でのダメージのトレードでは有利になっています。ハンサムはまだ SNC が完成していませんからね。しかしパワーウィービルのガンブレードが完成しました。ここからルブランの時間帯になりますね。これを生かさせたくないので、はい、ハンサーはボットレーンから離れてミドルにプレッシャーかけてますね。ただそれを生かしにかかりました。瞬身誤報からガンブレード、いやーただビャーグ戦はここは対応します。ただしフラッシュダウンです。生かしにかかったというよりかはこれは TSM がうまく潰したようにも見えましたね。そうですね、仕掛けてくるタイミングというところをうまくカバーしたと思いますがそこに対して、まあ、ビャーグセンのフラッシュを使わざるを得なかったと。ここからビャーグセンとしてはフラッシュがない時間帯を受け身になってしまいますからパワーウィービルがサイドレーンに対してプレッシャーかけるような動きというのが可能になりますね。ミスピッツゲーミングとしてもこれで問題ないと、問題ないと思います。ここからトップのファーストタワーへとプレッシャーをぐっと高めていくというのは間違いありません。その前にまずは事前にミッドレーンにプレッシャーをかけてビャーグセンに対して
まあ、ポジションのアドバンテージというのを作り出してからトップレーンへという動きを重ねることによってミスビスとしては確実にトップのファーストは取れますが、あと20秒で上がるインファーナルドレイクをどう判断するかですね。やはりインファーナルドレイクを優先するようですね。トップレーンもリコールかけています。ドラゴンにエッド向かってますね。ただこのパワーオブイビルの位置が面白いですよ。ガンブレードのアクティブは上がっている。イグナイトはないですが、ブリンク2回から仕掛けてガンブレード、チェインはフラッシュインからのボディスラム合っていますが、スタンで返しているが、そこに大盛り、いやー足りた、なんとイビルが間に合っている。バイオフロスト守った、そこにハンザー寄っていた。なぜ生きているんだビャーグセン、2キル獲得 TSM。 これではミスミッツインファーナルドレイクに触ることができません。バイオフロストのヒール、ビャーグセンのヒール、さらには波自身が持つ W のヒール素晴らしいですね。いやミスミッツとしては狙い通りですね。ドレイクを安全に獲得するためにパワーオブイビルのパワースパイクを利用したわけですから、さらには事前にドラゴンサイドにポジションを寄せることによって視界を取りに来る TSM を狙い撃っていましたが、すでにこの動きに対して危機を感じていて、バイオフロストがトップレーンのリコールやめてミッドルに寄っている、この動きですねさらにはスベンスケレンとハンターはそもそもドラゴン前のスカドルのコントロールのために寄っていましたから、ボットサイドに。いやしかし、なんといってもバイオフロストの動きですね、素晴らしい読み、そして危機管理能力ですね。さあバイオフロストが今度はチームを救いました。ただそれでもミスピッツゲーミング、自分たちの攻防、攻めの姿勢はやめません。しかしグローバルゴールドは逆転しました。 TSM ついにスベンスケレンがリバーに入ってコントロールワードを壊せる、そういったポジションが取れそうですが、ただそれを許さないのはマックスロア。トップサイド側というよりもハン様とイグナーがいるサイドのリバーに対してはやはりどうしても入っていくのはリスクがありますから、その反対側の動きというところをワード取りながら、そこに相手のマックスロアが移ったタイミングで反対側のところを取っていくというような詰め将棋のような動きが必要になってきますね。もしくはこのトップサイドのところで戦闘を起こす、そしてそこにハンターを絡ませての少数戦集団戦を作り出す、この2通りのパターンがあると思いますが、ただし TSM の先ほどからワードを見ていてもですね、反対側に置くというよりかはそれよりも自分たちの陣に近い位置へ置くというような動きが多いんですよね。多いですね。ここ視界を取りに来るところをミスピッツとしては狙っていましたが、5人全員でカバーすることによって TSM はその動きをいなしていきましたね。さあもう一度トップサイドへ、イグナーがモビリティブーツを選択している。一方まだバイオフロストは1ブーツというところもあって、このローテーション、ロームの差というところでサポートの差が出てきています。これによって AD キャリーがファームできるかどうかというところの差に広がっていってますね。じわりじわりとハン様のファームが伸びていっています。一方でダブルヒットはボットレーン2体の状況ではキルこそ取られるものの CS では食いついていたんですが、このリバーの視界の確保のためのサポートの動きによって AD キャリーのプレッシャーが随分と変わっていて、ファームというところの差が大きく広がってますね。ここまで出るんですね、差に。それだけやはりサポート、そしてジャングラーのレーンのプレッシャーというところの大きさがファームの点で重要だということですね。さあリフトヘラルドを取ってすぐ召喚、ミッドレーンへのアクションです。倒されはしましたが大きくタワーを削っています。そしてここからミスピッツは1-3-1のプレッシャーでレーンのコントロールを取っていくという形のようですね。さあハンターがここから何かできるか、もう序中盤がそろそろ中盤に差し掛かって、もう終盤を入るかなぐらい。そうですね、そうなっていると思います。パワーウィールも加えても2つ完成し、あ、パワーウィールではなくハンサムも加えても2つ完成しましたし、この状況の中でトップレーンのウェーブのコントロールは完全にルブランを使っているパワーウィール、ミスピッツサイドに転がっています。ミッドのウェーブのコントロールを TSM 失うと一気にバロン周辺の視界のコントロールを失う形になりますから、非常に苦しい展開になりますね。なのでい、はい、ダブルリフトとスベンスケレンとバイオフロスはプレッシャーかけなければなりませんし、そこに対してハンターもボットレーンをプッシュした後ミッドによる動きでこのミッドのウェーブの状況をコントロールしなければならないですね。
そしてミスフィッツゲーミングは分かってますね。トップレーンのジャングルにマックスロアとハーブイビルの赤トリンケットを利用して入っていきます。いや素晴らしいハンター。いやこういった動きいいですよね。素晴らしいですね。ボットレーンプッシュしてリコールして装備を整えてからすぐさまミッドに合流する動きですね。こういった動きを今トップレーナーには求められてますね。スプリットプッシュメタの場合だと常にボットレーンサイドプッシュし続けることによって相手に対してプレッシャーかけていましたが、今のメタだとタンクそしてタワーに対してプレッシャーかけられないトップレーナーが多い中でどういった形でチームに貢献していくかというところが重要になってきますが、レーンのコントロールを取って相手のトップレーナーよりも先に味方に合流してその合流した先でアクションを起こすというところでチームに変化を与えてますね。これでハン様のフラッシュがダウンです。なんというか聞いてるとあれですね、今のトップレーナーって中盤のジャングラー的な、そういった印象強いですね。レーンに体を出しますがやはり押した後の動き、どういう形でチームにアクションを与えるか、敵のジャングル内を通って敵の後ろ側を通ってエンゲージをするのか、それとも味方とすぐさま合流して体を出して相手にプレッシャーを与えて視界のコントロールの有利を作っていくのか、もしくは先ほどのようにブリンクを使ってプレーメイクしていくのか、そういった3通りの動きが求められていますが、この場合だとハンターとしてはやはりレネクトンの強さを考えるとやはり少数戦集団戦作り出していきたいですね。さあただそのハンターを狙いに行ったが強いぞ、先駆け3人で囲えば問題ないという判断です。ハンターフラッシュイン、いや一瞬倒そうとしましたが瞬身護法、ただアルバリこれは瞬身護法使わせられた。このやはりハンターの動きというのがミスフィッツにとってかなり厄介であるというところをしっかりと把握した上でガンクしていきました。これによってミッドレーンへのプレッシャーがボットレーン TS7 なくなりましたから、ミスフィッツとしては非常に楽にミッドのファスターに対してプレッシャーかけられます。そして TS7 はここでミッドにこだわるのではなくトップレーンをプッシュしきることによってミスフィッツに対して揺さぶりをかけてますね。ドラゴンは渡すけれどバロンに対してのコントロールを渡さないという判断ですね。ただインファーナルドレイクなんですよ。3連続インファーナルドレイクです。ただし TSM はバロンに触っています。テレポートしました。いい判断ですよ。さあインファーナルドレイク獲得はミスフィッツ、そしてバロンに触っているのは TSM。 ダブルリフターバロンピットの外から殴っている、取れますね。これは素晴らしいですね。バロン獲得は TSM です。ミスフィッツ寄ることすらできない。誰か一人でもバロンサイドにポジションを取れていればというようなシーンでしたが、なんといってもやはりシンドラがいるということによって個人でプレッシャーかけていくバロン周辺に対してチェックしに行くというのは非常に難しい状況でした。シンドラがつまりビャーグセンがトップサイド側にポジションを取っているというのは明らかでしたからね。さあこれでグローバルゴールド差が並びました。ここからが重要な局面ですというタイミングですが、まあ、まずは DSM はこのバロンで何本タワーを取るかという話ですよ。まだ1本しか取れてませんからね。まずはミッドのファーストタワーは確実に破壊したいところですね。さらにはまあレネクトのテレポートまだ上がっていますから、あ使った後でしたか、使った後ですから、まあ、そのハンターのサイドレーンのプレッシャーから2つのレーンにプレッシャーをかけて、そしてタワー破壊していくという動きはちょっと難しい状況の中で、やはりまずは確実にミッドのファーストタワーを破壊しながらローテーションしていくというところが重要ですね。どうですか、ただミスイッツとしては集団戦をやればまだまだ自分たちも強いわけじゃないですか、時間帯的にも。このミッドタワーに対して当たりに行くようなアクションというのはやるんですかね。マックスロア次第だと思います。というよりも、まあ、今の時間帯になるとですね、もちろんまだまだザヤのダメージそしてまあジャンナとのシナジーというところが非常に高く、ハンサムの ADK のダメージ相当高いものがあるのですが、一方で5対5の集団戦となるとパワーブイビルが使うルブランどうしても集団戦で存在感が消えがちなんですよね。 AOE ダメージよりも対象へのシングルターゲットのダメージが鍵になっています。そして今の状況だと波のカバー、そしてあとはジャンナのノックアップといったところもあるので、ノックバックといったところもあるので、本来であればまあダブルリフトに対して仕掛けていきたいところなんですが非常に難しいということになると、このマックスロアのグラガスのアルティメットでいかに相手の陣形を崩した上でそれに合わせてパワービールがスキルを使えるかどうか、この2つにかかっていると思いますね。なんて言うんでしょうね、グラガスって毎年ワールズでまた出てきたかって言われますけど、
難しいチャンピオンなんですね。難しいチャンピオンですね。やはりアルティメットが非常に優秀なんですよね。ディスエンゲージにもそしてエンゲージにも使える、攻撃的にも守備的にも使えるスキルなんですが、一方でどういう形で当てられるか、ちゃんと正確に相手をばらけさせることができるのか、もしくは引き寄せることができるのかというところで非常に、個人スキル求められますし、さらにはグラガス自身ジャングラーというところもあって、今のメタの中だとフロントラインというところを維持するのがちょっと難しい、正確にスキルを当てて CC チェーンを与えないとダメというところもありますからね。ただこれって各シーズン常にグラガスが出てくるというのはグラガスのスキルセットの優秀さというのも一つありますよね。一時期はミッドレーンで使われた時期もシーズン1からシーズン3にかけてですよね、樽一発でウェーブクリアできる、そうですそうです、そういった時はもうミッドレーナーとして使われてましたね。アルティメットを AD キャリーに向けて投げたら8割体力が消し飛んだとかありましたね。 1.0 でしたっけあの当時、はい、1.0 でしたね。あ、 1.0 っていうのは魔力レシオAP レシオのことですけれども、タルがあまりにも強すぎて、さらに当時今と比べるとチャンピオン数が少なかったというのもちょっとあるんですが、ブリンクのクールダウンが一番短いのがグラガスでしたね。確か6秒に1回ブリンクができるというようなチャンピオン、クールダウンを積むと確か4秒に1回でしたか、動けるタルってやつですね。そうですね、強すぎましたよあれは。今は非常にいい位置にいると思います、どんな構成にも合いますし、レベル3でガンクできるとはいえ、ジャーバンと比べると序盤のプレッシャーちょっと少ないというところもあって独特なポジションにいますね。あとレゴロスさん、すっごい話ちょっとガラッと変えちゃいますけど、ピックエムって毎年行われてるじゃないですか、どうですか調子は。例年通りです例年通りですよ僕はありがとうございますありがとうございます、それが聞きたかったです。あ、レボルさんの例年通りっていうのはですね、一昨年から遡るんですけれども、いやもう一昨年どころじゃないですよこういう予測は。一昨年のピックエムがすごくひどかったんですよね。あんな中国勢が結果出せないと思いませんでしたシーズン5 点数聞いてびっくりしたんですよ。なんとかそのノックアウトラウンドでポイント稼ぎましたが、いやグループステージは当たるもんではないですそう言い訳させてください、はい、皆さんもねピックエム本当楽しんでね、それを見ながらぜひともやっていただければなと思います。ちなみに我々もキャスター陣でねピックエムが燃えたとかよく言ってますから、それもワールズの一つの楽しみです。さあそれでは再開されたので見ていきましょう。バーロンバフを獲得して DSM が攻めるところからです。ダブルリフトがウィッツエンドを選択しましたね。これルブランのバーストダメージ対策ですね。本当ですね。そしてこれからハリケーン、確かこのビルドやったプレイヤーダブルリフト以外にもいましたよね。 SKT のバンがこの選択を取りましたね。それだけこの前回でパワーウィービルの存在を警戒しているということになりますね。そしてすぐさまタワーを狙うかなと思ったらじっくりと進めていきますミスフィッツ。ただポジション取ってますねパワーオブイビル。ただしハンターの一つハンターを一つ軸としながらの TSM のミッドタワーへのプレッシャーというところもミスフィッツにとっては苦しいですね。さあワードを壊してハンターの位置を隠したい TSM ですが、ミスフィッツもしっかりワードは置けています。ボットレーンアルファリがプッシュを押し返しましたから、ハンターはボットレーン顔を出さなければなりません。そして顔を出している間にボットサイド側の視界のコントロール TSM を取り切りたいという動きですね。これもハンターの動きを隠したい、もしくは自分たちはそのおっとおごりからエンゲージフラッシュアウト。これはビャーグセン、そこからのグレイシャルプリズン、ただ当たっていません。いや面白いこれはアイディアでしたね。マックスラ素晴らしかったですね。体力のアドバンテージを取っていますから、ここから仕掛けたいですね。パワーブイルのアルティメットまだ残ってますよ。イグナイトもいやいい位置だ。 BOE 誰を狙う、瞬身後方から狙うのはダブルリフトか、いや違うぞ、ボディスラムでちょっとうまくいかなかった。そこからのモンスーのディスエンゲージ入ったが、スペンスケネンはフラッシュアウト。その間に狙っていたのはなんとこれはダブルリフトが狙う、チーグナーが先に落ちた。さらにはこれは前線支えてるのはハンターだ。いやなぜその対象を選んだのか。もう一度 BOE いくか、ハン様もダメージは出している、スペンスケネン体力が低い、いければ美味しいシーンかもしれませんが、これスペンスケネ体力が低い状況下でも突っ込んでくればノックアップ当てるぞと待っていました。おっとダブルリフト学がないぞ。
一旦下がります。体力は全体的に低い。 DOE が狙う。リコールタイミング、フェザーストーム当たっていない。フラッシュインしていれば当たっていたかもしれない。スタンは避けた。ブリンクで避けてからのチェイン、ただ全員でカバーしている。そしてチェインが弾けて、スネア状況、イグナイトはヒール、デッドした。それでもイグナイト届きました。 TOE 粘りで1キル拾いました。ただし中段戦でのフォーカスの対象というところがちょっとダブルリクトに対して誰も行かなかったというのが気になりますね。常にフリーでダメージを出すことができていました。さらにはやはりマックスラーのグラガスが事前レッドバック周辺のところでアルティメットを使っていたこともあって TSM の陣形を全く崩せなかったんですよね。しかしミッドのファーストタワーを守りました。ミスピッツとしては非常にいい形で TSM のバロンというのを使わせましたね。使わせたと言っていいんですね。言ってもいいと思いますね。確かにグローバルゴールド数そこまで大きな広がり方をしてませんからね。ボットのファーストタワーしか TSM 取れませんからね。ここからのパワーオブイビルの動きなんですが、ビャーグ戦を狙ったんですよね。ああなるほど。しかしスベンスケネンがビャーグ戦の近くにいたことによってすぐさま Q のノックアップでバーストダメージをパワーオブイビル出させなかったと。ここはスベンスケネン見事な動きでしたね。あのルブランの動きに対してしっかりと Q のノックアップを当てることによって、パウビルの狙いというのをくじいてましたか。さらにはやはり言った通りグラガスのアルティメットがないので本当に陣形が乱れてませんでしたね。届かなかったですね。さあ27分50秒、バロンバフは終わりましたか。1分後のマウンテンドレイクのコントロールというところが鍵になりそうですね。必要ですか。やはりあった方がいいのは間違いありません。次のエルダードラゴンのことも考えるとですね、やはりミスピッツとしては3つエレメンタルドレイクを持っている中でエルダードラゴンを触れれば取ることができれば相当な集団戦のアドバンテージになります。やはりレイトゲームはこのパワーオブイビルが使うルブランの存在感のなさというところもあって、ミスピッツサイドはかなり苦しい中で、しかしエルダードラゴンのバフがあれば集団戦勝てるポテンシャルといったところが生まれますからね。さあそのエルダードレイクのセットアップ、もうこれミスピッツとしてはそれを考えてミッドからボットにかけてのポジションを取っていると言っていいんですよね。そう言えると思いますね。一方で TSM もそれが分かっているのでプレッシャーかけてますが、ハンサムのポジションが少し怖かったですが、コントロールワードをかなり奇妙な位置に置きながら確実に視界を渡さないようにミスピッツ動いてますね。もうウルフの周りすら取らせたくないんだと、入ってくるなというような置き方です。さあパワーオブイビル狙っている。今度は誰を狙う。マックスロア、そしてハンサマ、イグナ近くでウェーブクリアをしました。やはりドレイク、 TSM としてはドレイクを渡してミッドのファスターを狙っていくという判断も可能だと思いますが、ドラゴンを渡さないために仕掛けに行きましたね。さあ仕掛けに行った。竜巻で一度返します。残り2700、間に合うか。スティールを狙うんじゃないか。スペンスケネン、いや抑えました。マックスロア抑えました。パワーオブイビル、いやバックラインには入りましたがダメージが足りない。バイオフロストのため体力を5割削ってはいますが、もう一度のアクション、ダメージが足りない。ちょっとまだ揃っていないですか。そしてミッドレーン削りに行きます。サポートへのダメージで5割ですからね。ちょっと足りないですよね。もちろんアルティメット使っていませんが、でもガンブレードは使ってましたから。バロンが上がっています。ポジションを取っているのは TSM。 いや視界が全くない。そしてダブルリフトがすでにハリケーンも完成させている、小アイテム3つ完成しているというところもあって、フォーカスしないと集団戦のためにとんでもないですか。クラッシングからのボディスラム、いやただこれはノックバック当たっていた。マックスラー前に出ることができなかった。続けることはできません。そしてそこにカバーに入るのはハンザーですが、メザーストーム羽の開始は1人なった。バイオフロスト、ただヒールを使って生き延びている。そしてモンスーンはモンスーン、いや魔力の本領はモンスーンで、これは耐えています。 BOE その間にダメージを出しているのはアン様、フラッシュで追撃をしている。ダブルリフトは回答しながら下がりながらダメージを出していく。
ハンターのポジションは横から入ろうともう一度狙ってはいますが、そこに気づいているのはミスミツゲーミングです。イグナーが捕まえたスロー、そして竜巻ノックアップを当ててというシーンですが、ワンデッドです。ワンキル獲得、ミスミツゲーミング。バロンへ触るか。触る以外ないですね。いや触らないですか。全体的に体力が低いということ、さらにはダブルリフトへのアプローチのスキルがもうすでになくなっている中で、バロン前だとこのダブルリフトに対してダメージを出させてしまうというところを警戒して一旦引きますね。ただトップレーンのウェーブクリアしないんですね。ここウェーブクリアしないとダメだと思いますが、トップレーンの中にテレポーターを持っている。フラッシュが全員ないですか。持っているのはスペンス・ケネンのみ。全員それ以外の9名のプレイヤーはフラッシュがクールダウンです。ミスピッツがバロンを始めました。バロンを触りました。トップレーンになんとベアーグセン体を出した。その情報をミスピッツゲーミング持っている。裏にパワーオブイービルが入りました。テレポート使わせてキャンセルです。カウンターで TSM としてはミッドレーンに対してプレッシャーをかけて、バロン前からミスピッツを引き剥がすしかないですね。全くミスピッツ渡さないですね。渡しませんね。ボットビッグウェーブできていますが、アルファリはテレポートありますから、さらには、まあ、サンファイアを持っているというところからも、セカンドタワー確実に守れますね。さあ今セカンドタワーへ向かっています。先ほどのリプレイです。マックスローとしてはアルティメット、あ打てなかった。なるほど、ベアグセのノックバックでしたか。素晴らしいですね。ここからダブルリフトの体力を大きく削ってはいたんですが、フロントラインがスベンスケレン1人になってしまったというところ、ダメージを出しに動きができませんでしたね。いやーシンドラって感じですね。そうですね。こういったやはりレイドゲーム AOE のノックバックを持っているというところもあって、ピール性能が非常に高いというところもあって、まあ、ブリンクがない、そしてダメージも十分かなり前席からずっと落ちている中でもピックされる理由ですね。さあマクロススロワーとしてはかなりいいエンゲージだったんですが、アルティメットを使わせてもらえないというシーンでした。さあスベンスケネンは騎士の誓いを購入、ワーモグはまだ購入していません。ボットのテレポートのアドバンテージを生かしてミスピッツがかなり揺さぶりをかけてますね。ボットのセカンドターンに到達します。 TSM としてはアクションを仕掛けてアルファリをテレポートさせる、使わせるしかないですが、いやーここでパワーウィールがプレッシャーかけることによって TSM の狙いというのを花からくじいてますね。ただバロンに触れません。いや触らせてもらえない。そしてミスピッツゲーミングもう殴れている、タワーは殴れている、当たらなくてはいけない、ラインを上げる。それに対してミスイッツとしては当たらなくていい、下がっていればいい。インヒビタータワーに対してアルファルがアプローチしますよ。さあ早くバロンを触れよと、触らないならインヒビタータワーをもらうぞというようなミスイッツゲーミングのプレッシャーです。スベンスケネン判定を狙っているような動き。さあ捕まえた、マックスラーを捕まえた、 CC チェインで動かせないというような動きですが、モンスーンで体力を回復してそこにタイタルウェーブ、ここはうまくキャンセルさせています。ただそれでもキルは拾えていない。瞬身誤報でアルファリは寄っていました。もう一度バロンに触るのは TSM です。パワーブイビル、バイオフロストを狙いに行くような動きでした。さあダブルリフトの立ち位置は真ん中、チーム全員に守られながらというようなポジション取り。いやーパワーブイビルルブラン、ここに来て存在感出してきましたね。サウナスペルのアドバンテージという確固たるものにするための、まあ、押し引きですよね。プレッシャーかける、そしてかけて相手が反応してきたらすぐさま下がるというところで揺さぶりかけてますが、おっと TSM も揺さぶりかけましたよ。さあ心理戦を仕掛けた、顔を取ったのはミスイッツゲーミング、そしてバロンに触ったのは TSM。 ラッシュをする判断。さあ先駆けシャドウダッシュ、タウントは誰に当てるか、当てた、ダブルリフター落ちた、そしてバロン獲得は抑えた、 TSM 抑えました。そしてこれは1キル獲得、ガーディアンエンジェルは逃しません。ダブルキルはハン様、バロンと2キルの交換になっています。アルファリはテレポートありますから、ハン様
としてはウェーブクリア1人欠けている中でミッドのセカンドインヒビタータワー取りたいですね。取らなくてはいけないですよね。そうですね、ここ取らなければならないですね。素晴らしいですね。テレポートでミニオンを守って、これはインヒビター届くでしょう。エンドはどうするか。ダブルリフトまで残り10秒、ハンツァーまで残り28秒、やめます。そしてここでエルダードラゴンに対して入っていきます。エレメンタードレイク3つ取っているというところが効きますから、 TSM としてはここを阻止しなければなりませんが、阻止できるような状況ではないですね。トラップを張りました。トラップです。さあいった、誰を狙う。ダブルリフトブラッシーボディスラム、わしのおごりじゃ手前に飛んだか。ダブルリフト、いやついに落とした。ミスフィッツゲーミングがついに落とした。スベンスケレを、そして捕まえました。これで2キル獲得はミスフィッツゲーミング、エルダードレイクが取れます。見事なトラップでしたね。いや行かない。これエンドイット狙いますか。狙いますか。30秒あります。人数差がある。ハン様のアルティメットも上がっています。パワーオービビルのアルティメットも上がっています。一気にエンドイット狙いますね。さあミスフィッツゲーミング、自分たちのプレイスタイルを取り戻して、序盤からずっと仕掛けていった。その結果がいい結果につながっている。おっとここでちょっと少し画面が乱れましたが、ネクサスタワー1本、さらにはもう1本、そして倒したビャーグ戦を倒したハン様が最後はラストキル。ただしハンツァーが強いか。それでも 2V4 だ、 2V4 だ。人数差があるがハンツァーが強い。バイオフロストのこれはアーデントセンサーとヒールをもらって倒されない、守る。これが守護神。TSM 救われました。これカウンターでエルダードラゴン取りに行きますね。さあその視界を取っているのはミスフィッツゲーミング。ただもうこれは下がらざるを得ないでしょう。どうしようもないですね。マックスラーがスティール狙いますか。ただしそれはリスクがかなり高いですが、 TSM は触ります。マックスラーがこれブラストコーンを利用してスティールしてやろうというようなポジションです。何個でもコントロールワードを置いてある。しかしハンツァーが丁寧にコントロールしますね。残り4戦。さあ感覚だ、入ってくるのは分かっていた TSM。 エルダードレイクやめている。モンスで時間稼いでもエルダードレイクを殴っていない。いやずらしました。エルダードラゴン獲得は TSM です。素晴らしい。なんといってもハンツァーですよね。さらには重要なのはしっかりと、ベアグセンが倒される前にパワーオブイービルをアルティメットで落としていた。ここでキャリーが1人消えているというところも大きいですね。さらにはレネクトンを生かしたハンツァーのこの見事な動きですね。しっかりとバイオフロストもハン様に対してノックアップ、3を当てることによってダメージといったところも軽減してますからね。個人技の高さというのをしっかりと生かして守りきった。これレネクトンじゃなければ守れていませんよね。守れてないですね。さあネクサスタワーは1本折っているんです、ミスフィッツゲーミング。ただそれでも苦しい状況が続きます。そして39分30秒、まだ折れませんか、ミッドのアウタータワー。このミッドのアウタータワー折れていたというのは TSM としてかなり苦しいですね。さあちょっと左下のマックスロアがこう背伸びをするようなシーンが見えましたから、ちょっと疲れていそうにも見えましたね。あとはやはりこう TSM に対して勝つとなると、これで2勝1敗で TSM と並ぶことになります。グループステージ突破という点では非常に重要な試合になっていますから、まあ、そういった緊張というところもあると思いますね。ただこの試合の状況、ビャーグセン、そしてまあハンターを生かしてなんとかネクサスタワーは守りきりましたが、依然としてミスフィッツが有利な状況には変わりありません。ミスフィッツとしては冷静になって、このエルダードラゴンのバフがあるうちは当たらずにミッドのファーストタワーをまあできれば守りたいですが、そこまでリスクをかけずに相手が強い時間帯というのを少しいなして、そしてその後はやはりなんといってもこの時間帯のシェンのスプリットプッシュはハンザーが使うレネクトに対してもまあかなり大きなプレッシャーになりますから、そこを2つ、さらにはパワーウィビルの先ほどから非常に素晴らしいインアウトのプレッシャーを生かしてコントロールを取っていきたいですね。ミスフィッツゲーミングとしてもまだまだ逆転チャンスはあると十分可能だと思いますね。
一方で TSM としてはこのエルダードラゴンのバフがあるうちに大きなアドバンテージ、ミッドのパワースターをしっかりと破壊した後のバロンのコントロール、もしくはインヒビタータワーの破壊というところまでつなげていかなければかなり苦しい状況にまた追い込まれてしまうというふうに言えると思いますね。ただエルダードレイクってドラゴンって短いんですよね、バフの時間が。そうなんですよね。しかも今回TSM はエレメンタルドレイク1つしか取れていないので、うん、まあ、もちろんそれの上でもイルダードラゴンのバフというのは強力ではありますが、まあ、依然と比べるとちょっと苦しいですね。さあその TSM どういった判断を下すか。かなり苦しい状況ですね。まずはミッドのファースターをどう破壊しに行くかどうかなんですが、やはりコグマウがダブルヒトが使うコグマウの、うん、射程の長さというのを生かしながら、そして、まあ、なんといっても警戒しなければならないのはマックスラーのグラバスのアルティメットです。マックスラーのポジションを常にスベンスケレンがカバーしながらタワーシージュしていくという形になると思いますね。しかしこの重要な局面でよく疲れとか我々よく言いますけれども、何でしたっけ、記事上がったんですよね、リーグオブレジェンドというかプレイをしていて心拍数を測ったという、確か2年ぐらい前の、ESPN、まあ、向こうのスポーツ紙の記事だったと思うのですが、取り上げていたのがイモータルズのポベルター選手が一つ、まあ、その実験に参加していて、どれだけこうゲーム中プレイ中に心拍数の変化があるのかというところで、まあ、2度3度とやはりこう心拍数がかなり高まっている、まあ、比べるとまあ 100m 走走ってる時と同じぐらいの心拍数の上昇というのが見受けられたという記事が上がっていたのを僕はかなりこう印象として残っています。それだけこうまあ、心臓への負担、そしてまあ精神的な負担、そしてそこから来るまあ疲労というところは大きいということですね。 100m 走をまあ35分もしくは40分までに数回やってるみたいな、それぐらいの負担が心臓にかかっていると。さらにはまあもうずっとコミュニケーション、声も使っているでしょうし、ただし、まあ、やはり経験豊富なプレイヤーですから1試合で疲れ切るということはまずないと思いますが、ただ違うのはワールズのプレッシャーというところですよね。それがより疲労を増幅させますからね。やっぱりこの会場が違う、ステージが違う、そして何よりも場所が違うというのは大きな意味がありますからね。精神的な負担というのは普段の LCS と比べると、まあ、何倍もの負荷といったところになっていると思いますからね。ただちょっと TSM 気になるのが、はい、レネクトンとナミというチャンピオン、新しいチャンピオンをピックして苦しんだというところがやはりちょっと気になりますよね。まだ勝敗も結果は出てはいませんが、事前の予想からするとちょっとこの展開は予想外ですからね。そして波をピックした歌詞といったところが、やはり集団戦のパフォーマンスというところでバイオフロストの、まあ、Q の、まあ、個人技、正確性といったところにかなりかかっているところもあって、かなり難しそうですからね。ただジャンナのアルティメットを止めたりだとか、あとは怪人の舞ですか、アルティメットが非常に刺さっているというふうにも見ては取れますが、ただそれでも集団戦における、まあ、キャリーを守る能力という点において波よりもジャンナの方が上だなというシーンもかなり見受けられますね。あ、確かに。さあミッドレーンの攻防です。いやミスフィッツゲーミングミッドのアウトアタワー渡しません。 TSM はミッドのファーストターンにプレッシャーかけるというところをおとりにしてボトのセカンドタワー、そしてインヒビタータワーを狙ってますね。これは取れました。さあ TSM なんと40分30秒でこのタワーが3本目のタワーなんです。グローバルゴールドではイーブンではありますが、やはりマップの状況でいうとミスフィッツの方が有利な状況ですね。さあそしてもう一度ミッドタワー、マックスラーはどういった判断か、スタンはいや避けています。イグナー、さらにはハン様に向かっていたスタンだったんですが、それでもタワーを降りました TSM。 そしてここでエルダードレイクがそろそろ終了になるでしょう。
ヘルダドラゴンのバフが終了する前にミッドのファスター取れたのというのは大きいですが、ここからバロン周辺の視界のコントロールをどう取っていくかというところが重要ですね。インヒビターが上がりました。バロンまで残り1分20秒。この状況でミスフィスとしてはミッドのインヒビター上がったことによってスーパーミニオンがなくなりますが、やはりトップレーンにポジションを取るパワーオブイビルが使うルブランのレーンのコントロールというのを生かしてトップサイドから視界のコントロールを取っていくという動きが可能になっているという点は大きいですね。この動きに対して TSM は対応できるプレイヤーがいませんからね。こういったシーン SKT もやってましたね。アサシン、フィズをピックすることによってトップサイドの視界のコントロール中盤以降確実なものにしてそこからスノーボールしていくという展開ですね、うん、さあミスフィッツゲーミングも今それを見せています。パワーオブイビル、ただ一旦グループアップというかミッドレーンに体を出している。ボットサイド、なぜここ通ってるんでしょうね。いや体今出しましたよね。しかも出せ、まあ幻影と思わせてるのか。あーなるほど。いやでもだったら敵に向かいますから幻影は見つけたら。確かに、ちょっともったいないですね。まあすでにトップサイド側の、まあ、視界のコントロールは確実に取り切ってますから。一周して回って戻りましたよ。何だったんでしょうちょっと散歩したかったと。あ、今度は幻影です。今度は幻影です。この動きの布石ですかね。ただバレバレですね。パワーブイビルチェインからスベンスケネはブリンクで逃げています。さあフラッシュイン、ハンザー、ハンテン、アルティメット、征服の怒り、スタンを決めていますが、わしのオーゴリジャでディスエンゲージ、そこからのタイタルウェーブ、スリーマンノックアップですが、フェザーストームで返していますが、ハンザーは体力が低いがフラッシュアウト、そしてモンスーンで回復ですが、リデンプションで回復、そしてスタンが当たっている、これはベアグセンのスタンだ、もちろんリデンプションでミスミツゲーミングも体力を回復します。ダブルリストがずっとダメージを出していました、ただお互いノーデッドです。やはり TSM サイドの CC というのが少し足りないですね。ダブルリフトがかなり不利で殴れてはいるんですが、すぐさま下がられてしまうことによってオートアタックの射程外というポジションを常にミスフィッツに突かれてしまってますね。アルパリがアルティメットで戻ってきました。トップレーンにはスいやミニオンが大量にいます。インヒビタータワーを殴っています。さらにはボットレーンのウェーブもミスフィッツゲーミングが有利な状況です。そして待てばいい。パワーウェイビルもう一度仕掛けます。スベンスキネの体力をとにかく削ってやろうというような動きです。スベンスキネはかなり体力を維持しています。アルティメットが上がってからもう一度仕掛けそうですね。さあグレイシャルプリズムまであと少し、そろそろ上がります。トップのインヒビタータワーをパワーオブイビル狙っても面白いと思いますが、ただテレポートないですからね。どちらを判断する、大量のミニオン、これは壊れるでしょう。タワーは壊れます。触りますか。触らざるを得ない。そして水鉄ゲーミングが囲っている、ポジションは非常にいいようないい状況には見えますが、バロン継続、ダブルフトのポジションが非常に難しいですね。そうですね。さあグレイシャルプリズン反転をしたが、ここはタンクに当たっています。非常に硬いアルファリー。さあそしておごりからなんと捕まえた BOE が来た。ダブルリフトが落ちて、そしてバーグ戦もダブルキルだ。このままミッドのインヒビター、そしてボットのインヒビターを確実に破壊できます。もうキャリーもいませんから、ハンサも生き残っている。エンドイット狙いますね。狙いますね。モンスーンで立ち位置を変えてガーディアンエンジェル。先ほどハンサーに守られたからこそ確実にハンサーを落として。さあ、ミスフィッツゲーミングルーキーチームと、そして今年必ずワールズに、出るんだと有言実行し、そして結果を残せます。エース獲得、これで TSM に勝利して2勝1敗で前半戦折り返します。勝利したのはミスフィッツゲーミングとなりました。なんといっても彼ら本来のスタイル、序盤からアグレッシブに仕掛けていって序盤のリードを作り出していく、その動き非常に素晴らしかったですね。さらにはどうしてもルブランを使った際にレイトゲーム存在感を失いがちの中で、パワーオブイービルがサイドレーンのコントロールを取って、そして集団戦味方と合流することなく敵の TSM の集団戦の横側側からプレッシャーをかけ続けることによってかなり集団戦で影響を与えていました。レイトゲームのパワーオブイービルの存在感というのは非常に素晴らしいものがありましたね。一方で TSM はちょっと攻めたピックをしましたが、もちろん生きるシーンはありましたが、トータルで見るとちょっと失敗だったなと言わざるを得ないですね。
まあ序盤にレーンで有利が取れる波を取ったがスペンス懸念は寄らず、一方、マックスロアはよりボットレーンを破壊することに成功と。さらにはやはりシンドラ VS ルブランのスキルマッチアップの中でフラッシュが落ちている瞬間を作り出して、そこから一気にスノーボールしていくという展開も作れていましたし、レネクトンを支援に当てましたが、やはり序盤こそプレッシャーをかけてトップサイド側の視界のコントロール取れるものの、中盤以降というのはかなり苦しんでいましたよね。テレポート、そしてアルティメット、2つのスキル、グローバルスキルがあるということに対して、一方レネクトンはテレポートしかないということで、テレポートがなくなっている間のコントロールというのはかなり難しかったですし、さらにバックラインに対して飛び込んでいってもシェンのアルティメットでカバーされてしまう。さらにはジャンナのやはりモンスーンとシールドとさらにはアルティメット、どうしようもなかったですからね。やはりファーストピックで渡したのはどうだったんだと、ルルをバンされたらジャンナをバンするべきなんじゃないかというのがまあよく見えるような、まあ、もしくはタリックだったのではと、そういった印象強いですね。さらにはここもレネクトンではなく、例えばマオカイとかチョガス、まあ、チョガス見せてましたからね。であればまた変わったのかなという感じがします。まあ、チャレンジしたピック結果が出ませんでしたから、まあ、そのピックのところが批判されるのはまず間違いなくあると思いますが、どちらか一つでよかったなという感じはやはりしますよね。そうですね、2チャンピオンだけど1チャンピオンだったらとは思いますね。まあ狙いとしては連のコントロールを序盤から取り切ってミスピッツの序盤のアグレッシブな動きというところに対して、まあ、そこを抑え込んでいこうという狙いでしたが、しっかりとミスピッツがそこを上回っていた。やはり序盤得意なチームというだけあって、序盤のアグレッシブな動き一つ有利を作ってからのスノーボールは見事でしたね。ただこの試合を見て思ったのは、パワーオブイービルはまあ突拍子もないビルドをやって活躍するというようなプレイヤーですけれども、普通のビルドで普通のチャンピオンをやった方が活躍するんですね。そうですねプレッシャーとてつもないですよね。このやはりボットのダイブのセットアップ、波を使って押し込まれているという時点でもう TSM はジエンドに近いですからね。もう波を使ったらこの状況になってはいけない、なってはいけないですね。まあ、それはただジャンナだからという意味ですよね。そうですね、ジャンナ VS 波のマッチアップだと波の方が有利なマッチアップですから、ここはもう常にタワー下に押し込まれないように動かなければならなかった。押し込まれてしまうとやはりグラガスのダイブのセットアップ、そしてミッドレーンからのルランのダイブのセットアップというところに対して無力ですからね。ジャングラーが攻めてグラガスであれば戦えたと思います、うん、しかしセジュアニを選んだということで、まあ、序盤耐え切る方法というところを模索した結果の波とレネクトンだったわけですが、まあ、ここに来てもやはりジャングラーのティアというところもちょっと影響するのかな。ティアというよりもまあ役割ですか。あともう一点気になったのが、なぜ波を取ってレーンを押し込まなくてはいけない、つまりダメージトレードで勝たなくてはいけないわけですよね。カルではなくてドランブレードかドランシールドだったのでは。そうですよね、ちょっとあまりにもこうバイオフロストの波を信用しすぎたという点はあると思います。せめてあそこが、まあ、そのドランシリーズのどれかいずれかであれば、ダメージのトレードのところでアドバンテージ取るとか間違いないですからね。カルは体力伸びないですし、AD とそして体力の回復という点でもドランシールドでドランブレードに劣りますからね。あ、そしてこれはいや、ここは本当にバイオフロストが見事だったと思います。バブル当ててたんですね。さらにこうトップレーンでダブルリフトとともにリコールしてたんですよ、実はキャストの時点で。しかし、まあ、ルブランがミッドレーンからボットサイドの、まあ、ドラゴンの位置へとポジションを移すというところを把握した瞬間にリコールをやめてミッドレーンによる動き、つまりドラゴンを取る TSM のジャングラートップレーン、ミッドレーンの動きを補佐するためにカバーに入っていったあのサポートの瞬間的な判断というのは確かに素晴らしかったですね。なぜデッドしないんだと。ヒール2枚あったからこそだとは思いますが、素晴らしかったですね。そしてこれは最後の集団戦ですか。いや、ここはなんといってもパワーウィービルですよね。非常に集団戦難しい中で、浮いたダブルリフトをしっかりとフォーカスしてルブランダメージ出し切って落とし切った、うん、やはりこの集団戦における難しい中での彼の個人技の高さというところはこれで見られましたから、今後ミスフィッツへの、まあ、特にパワーウィービルへのターゲットバンというのは少し増えていく可能性高いですね。オリアナとルブラン、さらにはカシオペアも得意ですし、まあ、もうオリアンドルブランは両方とも使えない可能性高いですね。となると、まあ、ポケットピック、もともとそういったポケットピックで有名なユニコーンズオブラブで、キャリアをスタートさせたプレイヤーですから、まだまだ可能性ありそうですね。アジールが見たい、ナッシャー積むんですから確かに
さあ、それではインターバルに入らせていただきます。インターバル5ギガバイトマリンズ VS イモータルズ、こちらの試合をお送りいたします。実況はカツリオン、そして解説は電話にてお送りいたします。それでは一郎失礼いたします。